これはある特殊な家族である。彼らの中には顔の奇形、知的障害の者もいれば、動物のように吠える者もおり、時にはコントロールできず、よだれを流す者もいる。ウィテカー家は、ウェストバージニア州の小さな村に住み、近親交配をすでに3代続けていた。1887年、家族の中で一組の実の兄弟が結婚し、一組の双子のヘンリーとジョンが生まれた。大人になって、ヘンリーは普通に妻をめとり子供を産んだが、ジョンは自分のいとこをめとった。二人の母親は同じ祖父母を持つ、実の姉妹だった。彼らは結婚後9人の子供を産み、その中で1920年に生まれた女の子はグレイエと言った。兄ヘンリーと妻は7人の子を設け、その中にジョンという男の子がいた。1935年11月、15歳のグレイエと22歳のジョン・ジェアールは結婚した。2人はいとこだが、ヘンリーとジョンは一卵性双生児の兄弟で、だから2人の遺伝子はほとんど全く同じだ。3代続く近親交配は多くの奇形と障害をもたらし、17歳から40歳までグレイエは合計15人の子供を産んだが、最終的に生き残ったのはたった10人だけだった。あるものは知的障害で滑舌が悪く、あるものは目の焦点が合わず犬のように吠えるしかなかった。彼らはゴミだらけのバラックに住んでいた。一番左側のソファに座っているのはグレイエの10番目の子供ベティだ。1952年に生まれ、現在家族の長をしており、滑舌が悪くても家族の中で唯一一人だけ外の世界と簡単な交流ができる人である。常人に近い意識を持ち、生活もかろうじて自分ですることができている。彼女はすでに両親とその他の家族のことをあまり覚えておらず、ただ自分はかつて母親に障害のある兄弟たちの世話をする約束をしたことだけは覚えている。したがって長年にわたりベティはずっとここに住み、買い物や他人との交流を担い、兄弟が生きていけるように請け負っている。傍らの赤い服を着ているのは彼の弟レイで、1953年に生まれた。彼は人の話を聞いて理解でき、彼のボディランゲージからは彼がみんなとコミュニケーションを取りたがっているのがわかる。姉が彼を紹介するとき、彼はとても興奮して自分を指で指し、みんなを連れて家や兄の墓を案内してくれる。レイには発声障害があり、唯一の交流方法は動物のように叫び、手でジェスチャーすることだ。長いソファに座っているのは長女と彼の息子のティミーで、姉は口数が少なく、30歳過ぎにレイプされて妊娠し、ティミーを産んだ。ベティの紹介によると、ティミーは家族の中で最も学歴が高く、高校に通っていたが、その後、周囲の環境が友好的ではなく、ついに学業を放棄してしまった。今は一日一言も言葉を発しておらず、人が来ると隅に隠れる。この4人以外に、家族には13人の子供がまだ生きており、彼らは大人になってからバラックを出て、時々彼らに会いに戻ってくる。似たような特殊家族がオーストラリアにも住んでおり、一家38人全員が近親交配だ。1996年、ニュージーランドの一組の実の兄弟が結婚して夫婦となり、次々と7人の子供を産み、2人が養成し、残ったのは3人の女の子と2人の男の子だった。その後、2人は近親交配こそ純正な血統だと思っていて、ずっと子供に近親婚の理論を植え付け、それで、父親は長女と4人の子を、次女と13人の子を産み、三女は父親と兄との子を合わせて5人産んだ。世間の目を欺くため、彼らはよく引っ越しをし、ニュージーランドから多くの地を転々としてオーストラリアに移住した。その後、男性はまた忙しく孫娘と子作りを続け、この家は4代にわたって繁殖し続け、生存者の人口は38人にも達した。その中の12人の子供が顔に奇形があり、重度の言語障害を患い、歩く姿もとても奇妙だ。普段、彼らは2両のボロボロのキャンピングカーと適当に建てたバラックに住んでいた。2012年になって発見されて警察に通報され、この繁殖災害は終焉を迎えた。近親婚は3代以内の血縁関係の結婚を指し、全ての人は5から6種類の劣性致死遺伝子を持っており、血縁関係にある人は劣性致死遺伝子を持つ確率が同じで、病を持った子孫が生まれる確率が大幅に高まり、多くは生まれてすぐに陽性し、仮に生き残っても後からいろいろな問題が出てきてしまう。ある世代の誤った思想が直接的に次の世代に悲痛な人生をもたらすのだ。